歴代天皇、ゆっくり解説動画。第22回、清明天皇。皆さんこんにちは。社名丸あやです。白霊霊夢よ。霧雨マリサだぜ。こちやさないです。今回は、22代目の天皇を解説します。有役天皇の息子ですよね。前回は解説量が多かったから、今回は少なめだな。勝手に決めるな。霊夢さん、それは私のセリフ。そ。それでは、解説を始めましょう。今回は22代目、清明天皇です。落ち着いてから始めましょ。清明天皇は、444年に生まれたとされます。忌み数が3連続って、めちゃくちゃ不吉ね。忌み数？日本では、4は、4、9は、9。につながるからという理由で、不吉な数字とされています。もっとも、古墳時代にはそんな概念はありませんけど。なるほど。名前は、白鹿の竹広国推し和歌山と猫の巣メラミコト、です。名前からして、この天皇は白鹿なの？はい。白鹿どころか、アルビノと呼ばれる、体毛や皮膚が白色という病気持ちだったと言われてます。この肖像画では、髪と髭が黒い上、皮膚も肌色ですが、おそらく、この肖像画を描いた人が、それらの情報を知らずに描いたのでしょう。そんな病気も、有役天皇には、何か、こいつは不思議な感じがする、と思われ、皇太子に指名された一員にもなりました。有役天皇崩御後、清明天皇が皇位に就こうとする直前、星川の若宮の巫女が反乱を起こします。理由は、母に反乱を起こしなさいと言われたから、母が反乱を起こさせた理由は、有役天皇が、星川の若宮の巫女を天皇にするなと、大友の室谷と大和の綾の塚に伝えたことからです。まあ、自分の子供が天皇になれないよう細工されたら、誰でも怒るだろうけど。結局、家臣二人によって拠点に火をつけられ、星川の若宮の巫女や親族が焼死することで、反乱は鎮圧。清明天皇は無事即位しました。さて、都を言われのみ隔離の宮に決めた清明天皇ですが、皇后や妃を持たず、子供も作りません。政策も、白壁という、名前だけの組織を作っただけです。このままじゃ、男系の血が途絶えるけど、どうするの？即位2年目、有役天皇に殺された一の辺の牛派の巫女の息子たち、桶の巫女、桶の巫女兄弟を針まで発見します。名前の発音がほとんど同じですね。桶の巫女、と、桶の巫女、ですからね。天皇の親戚筋なので、血統も申し分なしです。翌年、二人を宮中に入れると清明天皇は、最大の悩みが解決し、緊張の糸が切れたのか、即位5年目に崩御してしまいます。本当に何もせずに崩御したな。墓は、高知の坂戸の原の御笹木、です。文献の数字上、40歳で崩御したと考えられます。古事記も日本書紀も使わなかったのね。一応、日本書紀内の計算でも、40歳らしいです。今回はここまでです。こんなに短い解説、いつ以来だ？ここ最近は、人間の常識範囲内の寿命ですね。むしろ、若くして崩御された天皇が増えましたが。次の天皇は、兄弟のどちらが即位するのかしら？と、思うでしょうけど、次回は特別編です。え？なんでここで？天皇候補が見つかったんじゃないのか？二人も。二人が幼いとか、譲り合いとか、継承戦とか、考えられるのはそのあたりですが、次回になればわかりますよ。さあ、次回は2回目の特別編です。前回と違い、まだ紹介していない人物ですので、誰なのかを予想しつつ、お待ちください。ご視聴ありがとうございました。